無駄なあがきだ。何を？天下を動かすのは何か、信頼か、忠義か。いな力だ。力のもとに人が集まり天下を築く。そしてその力は今、徳川家康にある。豊臣はもはや天下を乱す火種に過ぎぬ。火種は未然に潰されるのが必然の道だ。いな、潰れるのが必然の道と言うべきか。黙れ！お前に人の心はないのか？人の心とは何だ？人間同士のくだらぬ情こそが家を、国を、太平を潰す。慶と石田三成こそがいい例だろう。慶らがたもとを分かたなければ、豊臣は壊れなかった。それがどうした？あれは俺の家だ。体張って立て直してやるよ。